まあ、紅葉の季節もだんだんと深まってまいりました。晩秋から初冬にこれから向かうわけでありますけれども、教会はこうした時に新しい対抗節を迎えることになったわけであります。今日から教会の典礼歴はいわば元旦を迎える、新しい年を迎えたわけであります。これからの4週間は特にキリストのご降誕を待ち望むという意味において、私たちがどのようにこの4週間を過ごすのか、その心構えを考えるとき、また少しでも私たちがよりキリストイエスに深く出会い結ばれ、本当に主キリストを私たちのメシア救い主として心にお迎えする準備をする時であります。目に見えない神様が目に見える人間となって、この時間と空間というこの地球という世界にお生まれくださるということは、旧約時代の長い間の希望であり、またイスラエル国民にとっての待望でありました。旧約時代の預言者たちを通して、イスラエルの民はいつ主が来てくださるのであろうかと、それぞれの時代の人たちが待っていたわけであります。待つということは我々の人生においてもしばしばあります。今社会は本当に経済的な不況に入って、中小企業が倒産し、また人々は経済的な基盤が崩れ落ちていかんとしようとしている、この厳しい状況の中で、なんとか明るい兆しが出てこないだろうかと待っております。そこに政治に対する期待、経済界に対する期待も大勢の人が、まあ、期待を寄せているとも言えるわけです。しかし私たちが待つということは、もちろん目に見えるそうした明るさを待ち望むということもあるでしょうけれども、しかし我々が待つのはある意味で霊的な期待であります。イエス様が今日の福音の中で目を覚ましていなさいという呼びかけをしておられます。それはそのきっかけはエルサレムにある非常に美しい神殿がいつの日か破壊されるであろうと弟子たちに語られたのがきっかけでありました。弟子たちはその話を聞いて、一体この神殿がいつ頃崩壊されるのか、あるいはその時にはどのような印があるのかということをイエスに問いかけたわけでありました。その恐ろしい神殿崩壊という出来事はいつ起こるのかということ、将来に対する不安を抱かざるを得なかったわけでありました。イエス様はかつてエルサレムの丘に登って、エルサレムよエルサレムよと
私は面取りが雛を自分の羽の下に迎え入れるように、行くたびあなたたちを迎え入れようとしたことかと。しかしあなたたちは私のもとを去っていったと。せっかく神の子イエズスがメシアとして来てくださっているにもかかわらず、イエズスを受け入れない、いわば反発する、逃げていってしまうという、そのような不信仰のイスラエル人に対する、エルサレムの人々に対する警告がなされたわけでありました。そしてイエス様が予言された通り、紀元後70年頃エルサレムは実際に崩壊されるわけでありますけれども、そのエルサレムの崩壊とともに世の終わりについてもキリストは人々に語られたわけであります。そういう意味においてイエス様が目覚めていなさいと、いわば将来に食いつけとなった弟子たちの目を、いわば今へと引き戻すために語られたわけであります。終末の時は確かにいつかあるけれども、それがどんな時にあるのか、それは誰もわからない。しかしいつ来ても良いように目覚めて生きていかなければならないと主はおっしゃるわけです。目覚めているのは今の時を無駄に過ごさないためである。少しの油断もあってはならない。終末はある意味でキリストを信じる者にとって恐ろしい時だけではなく、むしろ救いと慰めと平安の時でもあるわけです。私たちは目覚めることによって、自分が主がいつお迎えに来てくださってもいいように、心して主の御旨を大切にして生きていくならば、何も恐れることはないのだと。あの旧約のイスラエル人が、天よ露よ滴らせ、義人よ雲よ義人を降らせよと言って、日照りに雨を待つように、救い主の御来臨を待ちわびたように、私たちも主イエスキリストのご降誕を待ちわび、ふさわしい準備をしなければならないわけであります。人相アダムとエヴァは神様の御旨に背いて罪を犯し、神から離れ去ってしまい、神の呪いを受け楽園から追い出されてしまいました。しかし神様はこの人類を完全に見捨てたわけではなく、むしろあなたたちのところにメシア、救い主を必ず送ると、あなたたちを救うという約束もしてくださったわけであります。